中での戦いの後、竹中半兵衛らは脱機の姿を見失っていた。唯一の手がかりだった卑弥呼も、しかし半兵衛に焦りの色は全くなかった。家宝は寝てばて、周辺で偵察を繰り返しながら、そして家宝がもたらされる。それは意外な人物。失礼する。我らを訪ねてきた。どうぞ。どうしてよ。それが真夏の降雪のごとく。なあ、お願い、ダキちゃん助けた。卑弥呼、ダキちゃんが、ダキちゃんが殺。俺たちの目的はダッキーの捕獲だし、殺されちゃ。こんなに必死なんだもの、協力してあげよう。助けてくれたら何でも言うこと聞いたる。だから。それなら断る理由はないよね。心の地遇に報いる時。逃げても無駄だよ。あんたはここで死ぬんだ。冗談。戦うな。不意打ちのつもり。いたのはいいけど、こっちも敵だらけ。困ったな。逃げても無駄だよ、ダッキー。ダッキちゃんがやられてる。はよ、はよ助けだ。俺たちもダッキーがやられると困るしね。急いで助けに行こうか。ダッキちゃん、待ってて。すぐに助けたね。これも先輩だ。まさかあの方に。やれやれ、これはまた凄まじい。人間がどうにかできる相手じゃないよ。追い詰められちゃった。ここにいたらまずいかも。あ、ダーキちゃん、ここなら。って嘘。ナタさん、私の動きを読んでいたの。空っぽの歯車頭のくせに。あいつ人間ではない。オリンポスの神々と剣を交えている。ちゃん、うちらに気づかんかったんやろか。仕方ない。とにかく追いかけるしかなさそうだね。さすがにちょっと疲れちゃった。これ以上戦意の術で逃げるのは厳しいかな。無駄だって言ってたの。直接教えてあげないとわからないのかな。ここまでのようかな。これ以上は私たちでは無理だ。鮮やかな撤退だね。あれ、悔しかったら強くなりなよ。ようやく見つけたぞ。今度こそ貴様を打ち砕く。よくだ。すっごい服を取ってるみたいだけど、誰か恨みでも買ってるの。それがしには心当たりがないが。何度やっても無駄だよ。あんたが僕に勝てるはずないんだ。おのれ、なぜだ。
最強の武を瞬く間に退ける。まさしく人外の武と言うべきか。ダッキちゃん、助けに来たね。ヒミコ、逃げなさいって言ったのに。みんな、この人らに助けてもらって今は敵とちゃうで。それじゃあ、ダッキのところへ行こうかな。武勇、感服つかまつった。これぞ武の神髄でござろう。しないでよね。私の役目果たせたようだ。助けたのはそっちの勝手でしょ。あなたたちに協力する義理。アッキーちゃん、ヒミコ、そんな目で見ない。うち約束し、もう仕方ない。とりあえず太鼓坊さんのところに連れて行きなさいよ。こうして我々の道は交わったわけだ。これからは協力して妖者を倒す方法を考えようか。俺も共に行くとし、剣を明けに染め栄光を得る戦。お前たちからはその匂い。